夜はカオス。イエイエーイ、始まりました。始まりましたね。カオスです。きなこちゃんはなぜかいないんですけど、ね、わし2ヶ月ぶり。あ、そうだね、りょうくんね。先月休んだんで、あれなんですけど、先月なんだっけな。まあ、あ、そうだ、うん、あの、えのきさんがね、来てくれて、まあ、そんな感じですね。あの畳2畳半のね、あの、色紙をね、ヨガ書いたんだけどね、すごい。いや、あのえ、ここであのちっちゃい色紙に畳2畳半っていう作品を作った。うん、ね、面白いですね。面白い、本当に面白いと思ってるのかね。視聴者のね、すごい面白いけど、顔がついていけなかった、書いたね。そうそう、あの、ほら、インフレーズだったね。あー、なんか、ね、今流行ってるからね、インフレーズ流行ってますね。そう、はい、今日のゲストはですね、りょうくんがのことじゃない、うん、ちょっと黙ってもらっていいかい、りょうくんがのことじゃない。そう、あのね、今日のゲストは、はい、ロリカルトアイドルの、はい、白玉アモちゃんです。イエイエイ、一応アイドル白玉アモです。はい、す一応なの。一応です。そうなの。だってアイドルらしいこと何もしてないですもん。なんか歌ったりとかしてないです。あー、でも歌ったりはしてないけど、なんかわしね、一回あれで見たよ、あの、どこだっけ、恵比寿のリキッドルームで、ヤング KG さんとか、そうそう、あの、ヤング KG 君の、そう、あと3代目と、なんかこうやって、マリーさんも一緒に踊ったりとか、こうやってやってるのを見て、そうそう、で、あっと思って、あれ、アモちゃんじゃねえと思って、そうですね、私がちょっと頑張ってた時に、そうです、私ですでした。あ、それな、ヨウも一緒に見た。いた、あの、なんだっけ、統合フェスかな。そうです、統合さん、うん、ね、うん、はい、そう途中、あの、すごくね、あの、あれだよね、眠くなっちゃって、あの、体育座りして、あの、ゆうげさんね、上でね、うん、あの、エントランスのところで、入り口のところで、なんか体育座りし始めちゃって、うん、ちょっとブルーになっちゃってたんで、ヤングケージ、ヤングケージ、懐かしいなって、懐かしいになんだ。全然まだなんか歌出してるっぽいですけど ね、面白いやつ、うん、ね、なんか替え歌とかね、そう出してるよね、うん、そうそう、せい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 、おうおう、長渕みたいな、あーね、なんか長渕っぽいけど、そう、アモちゃんはね、なんかでもわしイメージだとさ、やっぱりあれだよね、あの、デパチで会うイメージ。まあデパートメント位置が、そうですね、お二人には一番合ってますよね、うん、合うよね、うん、はい、毎月会ってますからね。あと、告知コーナーの待ってると、はい、絶対にアモちゃんとタジツが、あの、前の方にいるっていうことが、目の前の、あの、これの私たちの、そのロフトプラスワンとモダンフリークスっていうね、そのブースと、あと、あの、会場ブースと、そうが、こう、なんか、どっちが先行くみたいな感じで、あ、ね、なんかでもそういう感じだよね、どうするみたいな、うん、そんな感じじゃない。確かに、あ、デパチュー分かんない人いるから、デパートメント H ってね、毎月第1土曜日に、新宿じゃねえや、ウグイス谷のね、あの、キネマクラブでやってる、あの、老舗のなんかイベントなんですよ。ドラッグクイーンの方、そうフェティッシュパーティーみたいな、なんていうんだろうな、なんか、何系っていうんだっけ、ああいうの、なんだっけ、トークをどっちかっていうとね、楽しむ系のイベントなんだけど、はい、まあ、うちらもなんか話に行くのが多いかな、メインとか。あ、お客さん同士の交流もそうだね、うん、そうだね、多いでしょ、結構もうね、そうあそこで知り合ったっていう人もね、いますよ ね、ありますね。まあ、ゆうけんさん、今日なんかさ、あれじゃない、世紀末の人みたいなメイクになってない。そう、今日ね、ちょっとね、うん、実は収録帰りみたいな感じで。あ、そうなんだ、うん、別なキャラ、ね、うん、ライダー言うさ。ああ、そう、ちょっと世紀末っぽくは、ね、ルーク高村、うん、はい、ね、あの、なんだっけ、ゼノン、
ゼノン石川。あ、石川か。そう、ゼノン石川ね。そう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 。私ゼノンさんすごい好きでした。ベースね。うん。うん。そうそうそう。でね、そう、ちょっと話が脱線しまくりなんだけど、ね、アモちゃんね、いろんなイベントをやってるんだよね。一応やってるつもりなんですけど。で、ちょっとフライヤーをちょっと徐々に出していってもらっていいですか？お。そうだ。今日チョコ二人に用意してきたんで。あ、出ちゃった。ごめんなさい。変なタイミングも。マジで？あ、じゃ出しっぱなししといてください。それを出しっぱなしね。せっかくなんで。すごいよ。すごいね。ちょっとやりまんの、そうですね。やりまんからのチョコって。ありがとう。はい、バレンタインのチョコも。やりまんからチョコいただきました。バレンタイン明日なので。明日か。それでちょっと用意してきました。そうそうそう。いただきました。ありがとうございます。アモちゃん。どうぞ。全然。コンビニで買ってきたチョコです。いやいやいや、嬉しいよね、こういうのね。そう、誰からももらえないからね。嬉しいよ。そんなことないでしょ。そんなことあるの？まあまあ、そこ突っ込むとなんかあれだからね。そうね。でね、経験人数3万人超え、東京やりまんオリンピック春のパイパン祭り。パイパンじゃないです。あ、パンパン祭り。パンパンパンね。パンパンでもいいですよね。パンパン祭りね。はい。ね、これほらアモちゃんがあって、そう、私がこのチラシのまず画像が私ですから、そうだよね、はい、うん、ただなんか経験人数3万人超えっていうのは、うん、出演する女の子ののトータルなんですよね。経験人数が3万人超えってこと、はい、そうです、ね、なかなか数えてられないもんね。3万人すごいね。3万人すごいですね、うん、よく覚えてるね、みんな。なんかでも私とかは結構この中でも変なチョコなんで、うん、全然人数少ないんですけど、うん、そのどのぐらい、まあ、ざっくり1000ぐらいにしといてください。ざっくり1000ぐらいにしといて。でもさ、覚えてるのすごくない？もうだんだんわけわかんなくなってくるんですよ、ね、うんうん、そうでしょ。だんだんわけわかんなくなってくるね。それでレギュラーのその一番上に書いてる有名めぐみさんって書いてるんですけども、はい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 、有名めぐみさんが現役の AV 女優さんなんですけど、うんうん、その方がほぼ一人で 3万人やってるんですよ。すごいね。なんか高校時代でもうすでに8000人やってた、うん、8000人高校時代でって言ってた。すごいね、うん、だって3万人ってさ、結構キャパ的に言うとさ、あれでしょ、あの埼玉スーパーアリーナぐらいあるし、そうそうそう、ね、だって私の地元の人口もそうですよ、うん、3万人です、ね、地元の人たちみんな食っちゃったみたいなね感じになっちゃってるね。恐ろしい。すごいね。そうなんですよ。だって高校時代ってさ、16歳とか17歳とか18歳でしょ。だって1年って365日ってことは3年で1000日ぐらいなんだからさ、はい、そう考えるとすごい。一日何やってんのってこと。いや、すごいよね。初めてやったのが 何歳で、うん、そこから一日何人とやったら高校時代で8000人になるの。軽くワンマンできる人数だなって、ね、本当にそうなんですね、うん、確かに確かに、ね、ワンマンいたらすごいよね。8000人いたら結構なワンマン、うん、すごいよ。結構だよね。結構なワンマン。軽くない。そうなんです。ゼップ新宿にある箱とかだったら8000に入るとこないからね。ソロ活動で全部埋めることができるってことだよね。だけどそれを阿佐ヶ谷ロフトでやるっていう、ちょっとそれもすごいよね。ものすごいちっちゃいところでやるね。もっと広いところでやるよって感じなんですけど、全然阿佐ヶ谷のロフトで。なるほどね。経験した人が全部来るわけではないから、ね、これそうトークショー。これはトークです。あ、トークショーなんだ。うん、司会の人と、うん、そのやりまんたちがこうついにこう1対1でなんかどんなセックスをしたとか、うん、こんな変な人たちがいたとか、うん、まあいろいろですね、うん、あ、そういうトークを繰り広げるわけね。だけどいつもお客さん満帆で、うん、あ、そう、立ち見が出たりとか。すごいね。本当にすごいです、ね。あ、じゃあのあれだ、フロアの外、なんかあのドアの外とかにも人がいて、人がいたりとかもするし。すごいじゃん。でなんか東京でも盛り上がってるから、うん、大阪でも実はあって、うんうん、大阪やりまん甲子園っていうのもあって。あ、甲子園。なるほどね。系列は同じ感じで。同じそのロフトなので。はいはいはい。それでも高校生じゃないでしょ。もちろんちょっと違いますね。うんうん、出演者は違うんだよね、そっちはね。出演者はまた違います。大阪は大阪のそういうやりまん軍団がいたりとか。そこに出るのが、アリナアリナめぐみさん、
3万人とセックスした、あ、3万人か、うん、3万人とセックスした AV 女優で、かわいちゃんは、油の乗った M 女優。あ、私まだ会ったことないんですけど、ちょっと服用かな、ここな、で、白玉も、メンヘラ破滅型ですね、破滅型のやりまん、はい、どういうことで、メンヘラ破滅型ってどういうこと。いや、なんかこの、うん、他の出演者たちはもうセックス大好きみたいな感じで、うん、バンバンやってるんですけど、うんうんうん、私はなんか結構メンヘラのなんかこう やんじゃうタイプの、めんどくさいタイプのやりまんっていう。うーん、あ、なるほどね、わかりますよね。うん、なんかそういう人いるよね。そう、そういう感じなんだね。そういう感じで、MC が、あ、福田さん、福田さんです。あ、なるほどね、モダンフリックスの、そう、あのメガネの、はい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 、デパートメント H でね、おなじみの、ね、そうです、そうそうそう、それが3月の28日水曜日、時間が19時半から。そうですね、やります。はい、で18時半から会場か、会場でオープンが18時半のスタートが19時半。はい、ほうほう。でこのイベントのいいところは、うんうん、あの阿佐ヶ谷なんで飲み食いとかできるんですよ、ロフトって、うんうんうん、あの飲食しながら見れるじゃないですか、うんうんうん、で飲食して2個目の注文から抽選券がもらえるんですね、うん、だから注文すればするほど抽選券がもらえて、うん、最後になんかやりまんたちからなんか私物プレゼントの、なんか、なんていうの、え、受ける、なんかこう、何それ、私物をプレゼント、その抽選番号を引いて、うん、なんか例えばだけど、うん、生おっぱい触らせますって人がいたりとか、私とかは割となんか、じゃあ生のストッキングこう破いて持って帰っていいですとかやって、はい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 、はい、とか、そうそう、とか、はい、いろいろ、なるほどね、そういうなんかね、ちょっといろいろ、いろんなプレゼントもあるね、そんなイベントですね。で入場料が2000円で、当日券2500円、はい、で E プラスにて発売中、はい、E プラスでも売ってるってすごいね。 E プラスで発売してて、で、うん、発見するとみんなこうやりまんのチケット買ったよみたいな感じでネットに載せてんですけど、え、ウケる、恥ずかしいですよね。なるほどね、そうなんだねじゃあね、みんなね、あの E プラスで売ってるってことだから、はい、ファミリーマートかな、そうですね、とかでとかで買えますんで、ぜひぜひお買い求めください。お願いします、お願いします。で、今ね、あのトークの途中なんですけど、あのレギュラーのね、MC の、 あのきなこちゃんがね、ちょっと遅れて登場しました。はい、JA 遅いわ、はい、寝れました。ここね、そうそうそう、ここね、そう、あ、あれだよね、あのアモちゃんは初めてなんだもんね。初めましてですね、よろしくお願いします。あのね、この前ね、ちょうどうちの店でアモちゃんの話になったの、うん、次のゲストでね、アモちゃんだよっていう話をした時に、はいはい、なんかあのきなこちゃんの友達で、うん、あの海外のお友達が、うん、あのアモちゃんの大ファンらしくて、でアモちゃんのために来日したりとかして、そうそうそう、え、そんなすごい人いる、すごいよね、なんかすごい、なんかグローバルな、なんか、ね、アモさんの写真を私に前なんかちょこちょこ送ってきて、うん、最高に可愛くねみたいな、で、すごいよね、なんか面白い、嬉しいな、うん、ね、私の誕生日あたりにデパが重なる時があって、うん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 、もうこれは来日するしかない、運命だから、なんかすごい安いチケット見つけたからっつって、すごいよね、友のアモさんがなんかいない日で、いや残念、かわいそうな、もうすごい、なんかしかも日本最後の日で、そうなみたいになって、なるほど、ちょうどいなかった時のね、そうだから散々楽しいんで、申し訳ないことしちゃった、あの、ね、ハーフ職人の友達です、そうそうそう、マイキストデジタル、ああ、じゃあちょっともしかしたら見てるかもしれないんでね、そう、あのちゃんなんか見てくれてるかもしれないね、ごめんね、いない時でそう、これね、YouTube に残るからね、多分ね、後で見てみる、後でみんなね、見てくれるかもしれないね、またぜひね、会いに、そう、うん、なんかね、海外のね、友達もね、この番組見てくれてる人もいてね、そうそうそう、結構びっくりな人が見てくれたりするからね、クレイジーな番組、クレイジーな番組、ね、そうなんですよ、じゃあ乾杯しましょうか、皆さん、ごめんなさい、先飲んだ、いえいえ、じゃあ、よろしくお願いします、お願いします、そうで、ことでね、あと、うん、じゃあガンガン行きましょうか、宣伝ガンガン、あ、じゃあ、ね、ガンガン行きましょう、じゃあ次の画像よろしくお願いします、
はい、うん、デスカルチャーサミットって言ってね、あのこれ、これ釣りさん、釣りさんも出ます、も出るんだよね、はい、これはこれはどういったイベントで、これは、うん、まさにこの字の通り、 市にか関係するなんかお仕事してたりとかする人たちが集まってるイベントなんですけど、まあ、例えば大島てるさんって、うん、あの事故物件の大島てるさんが出てたりとか、あとトカナっていうオカルトサイトの編集長も、はい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 、まあなんかスミさんっていう編集長さん出たり、あとまあ死体写真家の釣崎さんも出ますし、私はなんでいるのかわかんないんですけどでもね、なんかあのメンヘラアイドルとか違う肩書きね、いや、なんか私はこっちだと、あのなんか自分のリストカットの話とか、うん、あとなんか一回マンションから飛び降りようとした時とかあったので、うん、あ、もちゃんが、そうそうそう、あ、そうなんだ、ちょっとそういう重い話をして、うん、さっきみたいな、さっきのはやりまんなのでちょっとなんか生き生きした感じだけど、うん、こっちはちょっとこう、なんて言ったらいいかな、なんかもっと死に近いというか、死に近かった、ちょっと真面目な感じですね、うん、あ、なんでもそうだよね、うん、そうですね、うん、トカナのあれなんで、ちょっとオカルトみたいなのが好きな方が集まったりするイベントで、このイベントも結構お客さんは多くて、うん、なんか女性が多いです、このイベント、あ、そう、お客さん、やっぱ女の人の方が血とか好きなのか分かんないけど、うんうん、あ、確かにね、でも女の子の方が好きな人多いかもしれないね、男の子よりは、うん、結構レアな写真を見せてくれたりとか、松崎さんとかが見せてくれたりとか、なんか映像を見せてくれたりとかもあって、このイベントでしか楽しめない、あ、なるほどね、ラインナップがすごい豪華ね、つり、うん、さんね、あのこの番組も何度かね、ゲストで、うん、来てくれてて、そう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 、お餅が大好きな釣り崎さん、あ、そうなんだ、なんか初めて聞いたね、ここに来た時はなんかそういう普通の話じゃないから、ね、うん、ちゃんとね、なんか食べ物何が好きですかとかね、聞いたりしないから、そうそうそう、ね、意外となんかね、あのいろいろ資料持ってきていただいたんだけどね、なんかあのネットで載せられないやつとか結構全然映せないのしかないから、だからここでこうペロペロ見ながら、なんかすごい綺麗な死体ですねとか言ってそう見てたんですけど、まあでも綺麗なんですよね、綺麗綺麗綺麗、なんかね、釣りさんの撮ってる死体ってなんかね、ちょっとね、芸術的というかね、まあ、やっぱり死体ね、うん、写真アートというだけあって、ね、なんか死のアートというか、なんかそういう感じがするんですけど、なんかバーストとかね、みんな見てる人わかるかな、うん、なんかバーストって雑誌とかで、うん、なんかなんだろうな、死体特集してた釣り崎さんっていう、うん、ね、有名な方なんですけど、なんかその人とかはね、死体コールみたいなところあるから、うん、そうそうそう、もう知らない人いたらね、ぜひぜひ、ね、行ってみてはどうでしょうか、ね、で来てみてください、ね、これはね、死にあれかかけて4月4日なのかな、そうです、死の日、あ、ね、4月4日にね、4月4日本当怖い話とかばっかりじゃなくて、過去に死にまつわる仕事だから、あのデスマッチファイターの笠井純さんとか出てくれたりとか、その別に笠井さん、笠井さん一応で、うん、デスマッチでデスだから、ああそういうことね、で、まあ、例えば今まですごい試合をしてきたけど、はいはいはい、過去やってきた中で本当に死にそうになった試合はないかとか、そういう裏話聞いたりとか、うん、そういうね、そうそうそう、昔ね、でもね、私ね、死で思い出したけどね、はい、特殊清掃やってた時もあって、あ、すごい、そう、仕事で10まだ8の時かな、19、うん、18ぐらいの時だったんだけど、そう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 、そんなことありましたね。そう、この間ね、ちょうどなんかとある雑誌でね、その時の話の取材があって、そう、名前は伏せてるんです。そう。読みたい、それ。あとで、そう、あとでペロペロと。そう、でも名前載ってないかもしれないんだけど、そう。あのね、週刊なんちゃらに載ってた今回は週刊なんちゃらデビュー、週刊なんちゃらみたいな、なんか、うん、なんか顔も映ってないだろうし、週刊、うん、顔映ってても多分ここからしちゃうじゃないですかねそう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 、ね、死にスポットは必要かっていうね、必須か、
その4月4日ね、オープンがこれも18時半そうですね。で、スタートが19時半、はい、で、これは、新宿ロフトプラスワンで開催ですね。こちらもだからなんか、うん、いろんなもの食べたり飲んだりしながら死体の写真とか見てなるほどね食べながらね食べながら楽しんでくださいっていうイベントですね。いいで値段がそう2,000円、はい、で、前売り2,000円の、当日が2,500円、ね、これもeプラスで販売中、みんなねファミリーマートにね行ってください、発見してくださいね、ぜひぜひ、はい、すごいね。でもなんかいろいろね綺麗な死体カードをねなんかいろいろ書いてくれてですね、もうねみんなねガンガン書いてくれたらね拾うものは拾いますよ。あ、コメントね、コメントコメント、ね、コメントこっちにね残ってからね、はい、そうそうそう、嬉しい。まだね、あむちゃんなんかいろいろ他にもイベントがあって、はい、じゃあ次のいいんですか、本当に告知いっぱいして、いいよ、全然、はい、来たすごい。第6回世界テレフォンセックス選手権、はい、ね、これすごいよね、これ面白そうだこれはつい最近もやったんですけども、うん、まあなんかテレフォンセックスって言うと、うん、なんていうんだろう、電話と電話で生々しいエロ話って感じじゃないですか、うん、今やっぱ時代が時代なんで、うん、映像付きでやるんですよ。ああ、なるほどね。で、まあ、女性陣は電話を持って、うん、後ろのイベント中の後ろのスクリーンに男性対戦選手、まあ、芸人さんとかが多いんですけど、うん、が楽屋から本当になんかこうエッチなことしてきたりとか、うん、対戦するんですよ。対戦です。どういう対戦、どういう対戦なのこれは。勝ち負けがあるってことでしょ、対戦。男の人たちは、うん、通常する男の人たちは1位から何位までってい こうランキングが決まるんですよ、うん、その相手をするのが私たち女性陣なんですけど、うん、なんて言ったらいいかな。で採点して点数が高かった人を、あ、女性陣側が採点して、そうそう、採点して、あの人のテレフォンセックスが良かったとか、あ、なるほどね。でもただエッチなだけじゃダメなんですよね、やっぱりなんか芸術性とか、芸術性いや必要なんですよ、うん、本当にテレフォンセックスに芸術性とか、なんかこう、うん、今までにない新たな何かを持ち込んできたりとか、うんうんうん、当たり前のテレフォンセックスをされてもそれじゃちょっとつまんないんですよ、うん、ああ、なるほどね、うん、ちょっと変わったちょっと変わったやつが、そうそうそう、テレフォンセックスって今なんか全然そんなの、うん、ないじゃんとか思いきや、うんうん、私アダルトショップに働いてた時に、うん、テレフォンセックスのカードを買いに来るお客さんしょっちゅういて、テレフォンセックスのカード、テレフォンセックスのカード、あの、かテレクラの出会い系のやつ、で、なんかもうワンチャン、そう、ソープいけんじゃんみたいな額ポンって買いに来て、ゆげさんやってたでしょ、ゆげさん絶対買いに来てたと思う。要はね、10代の頃ちょっと試しでやってみたことあるね。でテレフォンセックスしたんですよ。車の中から、いや、テレフォンセックスじゃなくて、うん、聞きたくない、ゆうけいさんの先生から、ねねね、車の中から電話して、あの、じゃあ迎えに行くねって言って、迎えに行ってみたいな。それで迎え、あ、でパコって、パコって終了。じゃあ、またね、そんなセックスをしていたわけで、で、これは、場所は、これはネイキッドロフトですね。あ、これもネイキッドロフト、はい、じゃあ阿佐ヶ谷、あ、じゃあそこだ、なんか大久保にある、あの、大久保のちょっとこじんまりとしたところなんですけど、食安通り沿い、そうです、そうです、うん、でこれはですね、その対戦相手、うん、まあ今のところ私しか決まってないんですけど、うん、女性はだけど、あ、なるほどね、うん、この間とかは、半田笹ちゃんとか、わかりますかね、わかんないな、あと、あきらえりーちゃんとか、ああ、すごい、何の人、何の人、半田笹ちゃんは、まあ、元 AV の方たちですね、うん、半田笹ちゃんは結構、まあ、SM 界でも、ポピュラーな感じのモデルさん、はい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 、あきらえりーさんは、すごいハードコアな AV のやられてる、すごいかっこいい、そういう方とか、あと、若美穂さん、若林さんが、はいはい、すごい出てて、なんかこの間は女性陣豪華で、うん、で一応コミッショナーとして石丸源翔さんも源翔さんね、なんか最近出てくれてるので、源翔さんいいよね、めちゃくちゃ楽しんでくれてます、このイベント。好きそう、いいねみたいな、ね、源翔さんね、なんかこの前ね、たまたまあのプラスワンの前でね、改造祭りの時に会ったんです、いましたね、そう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 、たまたまでね、
そう、ここもね、ゲストで出てくれたんだよね。あ、本当ですか。そう、うん、石丸さんね。そうそうそう。やーお、え、何、びっくりした怖いな、ね、そういう感じだね。うん、じゃあそんな感じで、じゃあ一旦 CM あります。じゃあチャンネルはこのままでね。ちょっとおしっこし、あ、え、んこれって CM? CM 入ります。まだ言ってない。まだ言っちゃダメ。あれダメよ。あー、なるほどね、そういうやつ。そういうやつ、ありがとうございます。そういうやつだから。なんだろう、まだ言ってない。それで合図したんだ。それで神が神になっちゃった。あ、なるほどね。ちょっとなんかね、CM 行きますって言いながら、はい、なんか、うん、あれが変わんなかったかな。わーおーって言ってるわーおー言ってるし、なんか変わんなかった。おめでとう。おー。ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー、やらないのこれ。熱いよ熱いよ。お茶は大丈夫。熱いよ。あ、いいねいいね。いやいやいや、ありがとうございます。ね、ああいう合図だったんだね、ゆうが。あのね、ぐだぐだ。熱いでしょ、熱いでしょ。はい、ゆげさん持って。熱いよ、ゆげさん。ゆげさん持ってて、持ってて。ゆげ、口で消して、口で。いただきました。口で消して。あれは？えい。これは？忘れちゃった。最悪の女の子に向けてるという。ラッカーは出たんだよ。それ、詰めてください。何やってるの？なるほどね、いや、いただきました。これ大丈夫だ。今日が13日で、3日後ずっと持ってるね、35歳になるんです。35歳に、3日後35歳です。そうなんですよ、ありがとうございます。なんかね、今日まさかなとは思ったんだけど、うん、ね、だから有言さんが最初からおかしいから。何が何が何でもおかしいけどね。いつもおかしいんだけど、顔がいつもだって顔目開けんもんだって。そう、じゃなんか寝不足だ、寝不足じゃない。じゃあさっきね、なんかさっき電話してたの、なんかそこの楽屋 でそしたらなんか一回入ってきたのに、なんか出てったりとか、普段そんなことしないのに、あたふたしてた。そうで、目合った時にさ、めちゃめちゃニヤニヤしてたりとかして、何なんだろうと思って。あれはね、りょうくんがね、何してんのかな。あ、なんかヘッドホンを押しながらね、電話をしてて、そのなんか新しいシステムにね、要はね、まだついていけてないからね、ちょっともうちょっと声張ろうな。何なんだろうなって思ったんだって。不有限のいい台本でね、こう、すごいリングしてくれた。そう、指示通りやったんだけど、指示通りにダメだった。あれだよね、毎年の通りだよね。毎年の毎度おなじみ、林有限さん。そうそう、あのね、クラッカーをね、買ってね、置いときますって言ったらね、買ってくるの忘れちゃった。めっちゃ探したからね。みんなで、割とそこでザワザワしてました。最低ですね。ごめんなさい、クラッカーがない。おめでとう、ありがとうございます。35歳です。あと3日で。そうなんですよ、ありがとうございます。そう、よかった、リアル誕生日は、あのうちのお店でなんか、お祝いしてくれる人、お祝いしてください。あ、16日ね。そうそうそう、あのお店ね、あの高田馬場の、DJ バーシグナルで、お酒を飲みたい旅行頑張ってますんで、よかったらみんなでシャンパン開けに行こう。お酒ください、よろしくお願いします。イエイイエイ。お酒を飲むとね、ガムが食べたくなるからよ、ね、あ、そうガム食べたくなるから、ね、そうなの。そう、なんでなんか口の中がなんかネチョネチョする。そう、ネチョするんですよ。いやすごいおしゃれ、このケーキすごいね、これ。ちょっとね、多分視聴者の皆さんに、柔らかいよ、すごいね。これふにゃふにゃ。そう、これね、今日はね、キャラメルケーキです。すごい、ちょっと後で食べてみたら、おしゃれ。手作りだからね、手作りね。ちょっといらないな。じゃあいらないな。違うそれね、文字も書で書いてるから。あー、ちょっと嫌だな。ヨガ書いてるんだ。ヨガね、ヨガね、ヨガが通ってるんだから。これすごいね。すごい、本当にすごい。あ、そこで買ったやつ。そう言っちゃダメだ、そういうところ。そうだ、あ、でもすごい映像で見るとさ、やっぱ西郷さん細いね。
シャイコも痩せたわ細くは、ね、細くはないけどじゃあ昨日ね、なんか一緒にライブ行ったんですよね。でそしたらあのずっと、ね、映像だとすごいクリが細い。じゃあ昨日ねライブ行ったの。でそれでわし一回ジョーさんと一回ちょっとシェルターを出たんです、下北の。でそれであの連れがもう一人後で来るんでって言ったら、サイコさん本当に後で来たら、うん、あーどうぞって、あのさっき入った一回あのさっきの外出したと思われて、そう、あ、いや違うんですよ、よく間違えるんですよ、そいつじゃないんですよあ、違うんすかって間違えられちゃって、うん、そうそうそうダメだね、なんかあの、で、うちらがね、入る時ね、あのエントランスで、すいません、あのさっきお連れの方が入ったんですけど、すいません、間違えちゃいましたうん、似たような方が似たような方あ、絶対そうだと思って、うん、っていう感じでね、一旦 CM ありますね。チャンネルはこのままでね。結婚詐欺させてや。婚約書いてマジなんだよ。ギブダダシル。お？誰だ、タンクトップ粗末にするやつは。タンクトップを大切にできないやつは。姫を大切にできねえ、初心に戻ってやり直せ。イエ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 イ、ちょっと大人数でお送りしますけどね、吐き音ボタン残っちゃった。え、吐き音ボタン残っちゃった。あ、言いましょう。いますじゃあなんかこのままじゃあアモちゃんのね、あのイベントの紹介をちょっと続けようと思います。じゃあ次の画像お願いします。だいぶ、生ぶっかけ、急にすごいついていけない。でもちゃんとちょうどね、あの女体バースデーケーキ祭り、イエ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 イ、ロリカルドアイドル白玉も35歳、35歳にして食べちゃおう。はい、35になるんですけど。そうだ、一緒だ、お前の通りで、通りで通りでね。なので、私が、誕生日ケーキになるんですよ、この日は。私の誕生日だけど、私が、裸で出てくるので、それに16日やるんでしょ。いや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 、待ってるんですか、参考にしよう。いやいや、ちょっといいな。それになんかお客さんたちが参加する、お客さんたちが生クリームをこういっぱいデコレーションしたりとか、お菓子とかフルーツとかをいっぱい乗せてケーキにして、最終的にそれをみんながこう自家食いするっていう。自家食い、自家食い、ケーキを作る生でね、自家食いして食べるっていう。このイベントをそのあもちゃんがに会いたくって、来日した友達に行ったら、最初はなんか、ああなんかそのバースデーイベントだからって、でもここを訳してあげたんですよ、かけたやつを食べれるんだよって言ったら、ちょっと今チケット見るからっつって、今チケット見て調べて、すごいね、来る気満々なんで、すごいね、海外からわざわざ今チケット来日。場所はどこ？ええ、ほら、もう行くみたいな。すごい。今だ。行くっていろんな意味で。多分いろんな意味で。場所どこ？場所はですね、あの言ってないんですけど、都内某所って言って、とあるちょっとなんか SM とか AV とかの撮影をするスタジオでやるんですけど、ああ、なので、ああ、すごい。分かっちゃった。全然某所じゃなかった。一応分からない人は多いですね。分からない人多いと思うので、一応まあなんか参加者にだけ教えるって感じで、予約すれば分かる。そうです。あ、なるほどね。あ、じゃあ。そういう時はじゃああもちゃんのこっちのツイッターのところに DM 送ればいい。そうですね、参加したいです。参加したい人はね、あの DM 送ってください。で、参加費は
2種類チケットがあって、うん、ノーマルスペルマコースっていうのが2980円、まあ、それは本当にこうなんか生クリームかけて食べてなんですけど、もう一個上のがロマンティックスペルマコース5980円、これはみんなより、うん、1時間早く参加できて、ちょっと私のおもてなし付き。あらら、ロマンティックが止まらない、うん、ロマンティックじゃ、ロマンティックあげるよ、あげるよ、あげちゃうんですね。その2種類あるんですけど、ロマンティックの方がもう残り2枚ぐらいしかない。あらら、急げ、急げ、急げ、あらら、買っちゃった、急げ、いやいやいや、でも2枚ぐらいもしかするとうちらで買っちゃう、近場で終わっちゃうっていう。じゃあね、これが、都内某所で、5月13日日曜日、昼間やるんですよ。15時ぐらいから、健康的な、健康的な感じで、健康スペルマ大会、健康スペルマ大会、健康スペルマ大会なので、うん、あ、買ったっていう人いる。おお、すごい、すごいね、嬉しい。え、値段はじゃあ、あれか、選べるっていうか、選べる2種類、2種類、へえ、すごいね。これも結構女の子来てくれるんで、やっぱデコレーションしたり楽しいから。あ、なるほどね。なので、あ、でもちょっとね、色が夢川な、そうですね、夢川の色だよね、夢川の色、夢川の色、夢川さんっぽい、確かに夢川さんっぽい、師匠ユーザー、今日なんでそんな赤いの？鳥、それ、鳥、ライデンユーザーでしょ。すげえ思っちゃった、すげえ思っちゃった今日はライデンユーザーちょっと違うキャラクターをねなんで、お誕生日だからお誕生日だから発色のいいやつでちょっとめっちゃいいカラーで、ね、でもなんか増田さんだと多分動乱が切れたんじゃないのかなって。いや、違う違う違う、もうそれはあのそういう仕事として、あ、はっ、何の仕事、もう全く意味がわかんないです
彼はホストがしたいと言っております。絶対来ないでそんなこと言って。お出来ましょう、翔平だ。彼は本気らしいです。よし、頑張ろう。ここ頑張ります。
歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆっくりでーす。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。アプリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送ネオからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない。イエーイ、見てねー。